で、綿抜きのオープニングかけるのと同時に録音開始するので、うんうん、了解です。あ、てか別に時間合わせなくてもこっちでやればいいか。そうそうそう、こっちでやるから。あ、それでもいいよ。それでもあり、いい、大丈夫。じゃあ今それでいきましょうか。で、このままかけて大丈夫？これこの辺で大丈夫？これ、うん、もう全部やっちゃって大丈夫？大丈夫ですよ。あ、はい、ヘッドホン変えようか。そうだね、じゃあ歌っちゃったわ。 CM 歌ってしまったわ。ギノワヒルズ、ギノワヒルズ。これでやった方が音いいはず。 CM の音も入らないから。なるほどね。はい、 CM はあ、こっちでかけて。あ、じゃあこれでそのまま入れる感じで大丈夫？どうしようかな、こっち CM 足りないか。あ、足りない。一応ベンジャロンも入ってるし。あ、一応足りる足りる。え、待って、一応アニマコとベンジャロン入れても大丈夫？フロンスキーパーズ入れた方がいい？入れなくてもいい。大丈夫、うん。ね、じゃあ、ボリュームちょっと下げてもらいます。で、MC マイクとかも全部そのままで大丈夫？はい、はい、じゃあ生放送始まります。あ、嘘です。生収録いきたいと思います。生配信収録です。はい、ツイキャスの、マイク切ります。さあ、開けまして、まだだまだ開けてない。さあ、今年ですね、2023年最終ガトリングでございます。はい、そんな感じでございます。はい、というわけでですね、今日はですね、収録放送ということで、まあ前もってですね、聞いている方もね、なんと、基本的に綿抜きのですね、ガトリングラジオはですね、収録放送が基本的に生配信でやってますので、内容は皆さん知ってるかと思うんですけれども、なので、ツイキャスの皆さんと絡みながらって感じでおしゃべりしていこうかなと思うので、意味のわからない感じになってると思いますけど、皆様、今放送しているものは生放送ではなく、収録放送であるってことだけは忘れないでください。というわけで、12月28日木曜日20時、20時1分ぐらいかなになりました。よろしくお願いします。ガトリングラジオでございます。さあ、ガトリングラジオ、この放送はアニソンバーアニバコ、タイ料理ベンジャロンの提供でお送りいたします。そんな感じでコメントがたくさん来ておりますね。ありがとうございます。もう収録が生で聞けてるぜ、ふわ。その通りです。不思議な感じですよね。沖縄さん、こんばんかーなーって間違えて私明けおめって言ってしまった。もう完璧に新年一発目のものになってた、もう本当に。でもまだ明けおめじゃないですかね。28日ですから、まだ全然。いや、でも早いもんですね、本当に。12月になった瞬間に私28日になってるみたいな感じ、気持ち。はい、あと、はい、でしょ、待って、あと4日ぐらい。うわ、怖っ。ハッピーニューイヤーにすぐなるってこと？恐ろしいんだけど、怖っ。はい、というわけで、カウボーイさん、かなちゃん、キャンさん、皆さん、こんばんは。わわ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 わ、28日ももうすぐ、年も明けますね。そうですね。しかし、スーパーひとしくんの酔っ払い話は面白い。なんだ、どうしたんだ、一体何があったんだ。いっくんさん、元気かな、かな、元気でございます。武蔵さん、かなさん、こんばんは。トリング天空スタジオから生放送お疲れ様です。そして、ラジオ収録、生放送、生配信お疲れ様です。ということで、こちらですね、この先週の生放送後に撮ってるので、意味のわからない感じ。もう日付の話とか先週とか来週とかもう言わないようにしますね。収録って気持ち悪くなるから、本当に。こういう話すると気持ち悪くなるから、本当に、ね、なんですけれども、もうこれを本当に、待ってね、何を言おうとしたんだっけ。あ、今年1年ありがとうって、ロアさんが、こんばんは、綿抜き、今年1年ありがとうということで、嬉しい。こちらこそありがとうございます。あ、スーパーひとしくんって小さな番組。あ、そうなの、なるほどね。私、人の番組を聞かないっていう、もっぱら有名でございまして、生意気なわけではなくてですね、本当にシンプルに聞けないんですよね。本当に。あんなにお世話になってるひふみさんの番組ですら、マジで2回ぐらいしか聞いたことない、本当に。多大なる失礼。はい。
もう本当にね、そんな感じなんですけれども、皆様今年どんな感じでした、どんな感じだった。私はあんまり記憶がないんですけれども、携帯を変えたっていう記憶だけはありますね。今年安いプランに変えた、で携帯を機種変したってことがすごい、すごい記憶に残ってるんですけれども、皆さんどんな感じの2023年でしたかって話なんですけれども、いやまあね、本来だったらクリスマスどうでしたみたいな感じで言った方がいいんだけど、もうキモいからちょっとこのクリスマスの話は置いといて、まあ今年どうでしたかみたいな振り返りのお話にしましょうね。ヤロワさん、今年1年あっという間だったってことで、私もスマホ変えた、いいね、みんなスマホ変えてるやん。ちなみに私は SE のなんか新型みたいな感じになってる。ひふみさんが人の番組なんて聞かんでもいいよって、うわーやさてぃやさてぃ。ゲンさん、ゲンさんじゃない、ゴーさん、もうゲンさんとゴーさんよくわからなかった。正直で潔いコシさん、ありがとうございます。そしてゴーさん、スマホくれ、あげぬ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 、いやあげませんよ、私頑張ってなけなしの金で買ってるんですから。みんなさ、私がさ、このお金余裕があると思ってると思ってますけど、本当にお金ないですから、本当にね。でもお金がないって言ったら言霊になっているから、私は本当に金持ちです、金持ちです、私金持ちです。はい、あ辛くなってきたですよ。でもあれじゃないですか、大人の皆さんとかって子供の頃はさ、この正月になったらさ、このお年玉がもらえる百歩みたいな感じだったと思うんですけど、皆さん大人になってくるとお年玉をあげる立場になってくるじゃないですか。お金のね、貯金も切り崩しながらお年玉をあげないといけないわけなんですけれども、どうですか皆さん、お年玉あげてるんですか、皆さんお年玉あげるんですか、どうなんでしょうか、人がいるんですかね。私はあのお年玉をあげる人がいないので、もう本当に運よくあの、なんか逃げ切れてるんですけれども、マジで親戚がいないんですよ、マジ親戚超いないから、本当に。長谷川さん、お年玉あげない、笑い、あげないんかい、お年玉あげたことない、おお沖縄ですさんもあげたことないんだ。ゴーさん、綿抜きの近くにいたら毎日100円くらいはあげてもいいかな、マジで毎日、毎日ずっといればなんとかなるってこと、まあ、結構もらえるじゃん、毎日いれば、毎日いればね、100円くらいか、もうちょっと欲しいな、頑張って頑張りたいな。でも愛情ならあげてもいいですよね、まあ、皆様に愛情私がお送りしてますので、それよりも強い愛情をお返しいただければなと思います、よろしくお願いします。カウボーイさん、お年玉は毎年12,000円、1人1,000円ずつが精一杯、薄いよね。このさ、なんていうの、その沖縄ってさ、親族が多いじゃないですか、お子様とかさ結構多いじゃないですか、そうなってくると結構大変だと思うんですけど、もうだから1人に1万円とかあげてたらとんでもないよ、本当に家が買えるかもしれない、危ないよ本当に。いっくんさん、今年は、9年目の沖縄、来年は10年、の沖縄アニバーサリーですね、わーいいですね。私は何年目になるんでしょうね、もう全然カウントしなくて過去のこと覚えてないんですよ、3日前の夕飯すら覚えてないから本当に。長谷川さん、親戚会わないも、会わないんだ、会わないからね、もうコロナ禍でその後も会わないみたいな感じになったりとかしてるんですかね。顔と名前が一致しないのに渡す、確かに顔と名前が一致しないんだ長谷川さんは。あれですね、お年玉あげる立場だから、あげるような場所に近寄ゲイさん近寄らないようにしてるんですか。私はお年玉をあげても別にいいですけど、お金はないから本当に苦しい顔しながら渡しますよ。私の命だと思ってこれをお金を使うんだよって、私があの本当に身を粉にして働いたお金だから、これを気軽に使うと思えるなよって、だから私の血と肉と涙を使ってると思ってお金を使うんだよって言って、あのマジで お年玉あげる、本当にそんな感じで渡しますよ。いいんですかこれで、私にお年玉を渡さないっていう選択肢はいいと思います。はい、渡させないってことですね。ひふみさん、僕は沖縄まだ55年目、うわなげー、あと45年ぐらいになったら100年ぐらいになるんじゃないですか、もう本当に素晴らしい。沖縄さん、ちなみに今年は2023年突入にコロナ感染、2ヶ月後に、腰痛、あ、腰痛あったね、そういえばね、それが落ち着いて FM ギノワの各番組にゲスト出演をたくさんさせていただきました。素敵な、ちょっと前半はね苦しかったと思うんですけれどもね、ちょっとねゲスト出演させてもらったりとかいろいろ良かったですね。あの結構だから、あの沖縄さんにとってはいい1年だったのかな。いくさん、僕はお年玉を15,000円ぐらいもらってるの、すっげー、待って、いいな、待って、BGM、死んじゃう、おいしょ、そして、起きてた、埼玉の郷さん、僕側の甥っ子、親戚プラス子供9名、ワイフ側が4名、大変、うわ、大変だな、いや、お年玉の出費は相当ですよ、本当に、新さん、その通りです。いや、お年玉、皆様、本当にね、あげる立場の方々、皆さん、頑張ってください、本当に。
沖縄さん、カーナーがいてくれることが僕らにとっての最高のクリスマスプレゼント&お年玉ということで、ああ嬉しい。本当にね、うちのボランティアマジでいい人たちばっかりなの。あ、ボランティアっていうのは私のことを応援してくださってる方々ね。私あのファンってフレーズを言うとうはっはーってなっちゃうんですよ。うわーってなっちゃうから恥ずかしいってなっちゃうから、あの皆様のことをですね、あの私のことを応援してくださってる方々って普通に言ってたんですけど、長すぎと思ってボランティアっていう呼ぶのにしてるんですよ。ボランティア精神のような優しい方々が私の周りに集まっているということで、ボランティアって呼んでるんです。綿抜きのボランティアの皆様ですね。本当に優しい方ばっかりで、本当に私が喜ぶような言葉をセレクトして言ってくれる、嬉しい。だってだってはい。そしてカーボーイさん、お年玉をもらっていた頃は僕は高校生まで貯めてから、から日勤あ、なんて言うのかな、集めてか貯めてから日勤2年ぐらいかかった。もう高校生までわからん、2万円ぐらい、わからん。2回のプライベート B7 だったからめっちゃいいやつ。わからんわからんかったっさ。そう、解読能力がなくてさ、サポーターの方、そうサポーターっていうかボランティアの方々ですね。はい。そう、ちょっとね、まあ、前半苦しかったって方もいたりするんですけれども、皆様今年どうでしたかってお話なんですけど、私は振り返りたいんですけど、私の振り返りって基本的に携帯で振り返ろうとするんですよ。携帯の写真とかで。携帯の機種変して、あの画像がないから、あの振り返れないですよね、私。何してたっかなみたいな。なんかモルックやったような気がするな、10月に、みたいなぐらいの感じ。本当に覚えてない。何やったかな、全然覚えてない。あ、でもあれだ、あの、8月とか、あの、7月ぐらいに、遠藤正明さんのライブに初めて行ったっていうのはあるね。はあ、泣いたの。3回泣いたの、私。感動して泣いたの。いやー、推し活をしたな、今年。っていう感じですね。推し活をいたしました。いや、よかった。本当によかった。それで、E7 っていうあの新しいアルバムが出たから、それをね、CD 買ったり、で特典の扱ったり、特典とかもらったりとか。で、T シャツ、あの、遠藤さんの E7 の、あの、なんかライブ T シャツを買ったりとか、あとは、アクスタとかいっぱいもらったり、自分で買ったりとか、いろいろして、あと DVD とかもいっぱいもらったの。ねえ、もう幸せみたいな感じ。幸せみたいな感じ。もう、すごい、ああっていう1年でしたね。もう、前半は覚えてないんですけど、何したか。もう、頑張っても7月ぐらいだな。YouTube、あ、で、YouTube で歌を取り出したとか。取り始めて、何だったかな、もうなんか投稿日とか見よう、もう投稿何してたか、何を投稿したのかとか見ようね、本当に。まあ、歌を歌い出しました。7ヶ月前ってことは、5月ぐらいに、あれだ、歌を投稿し始めて、で、バビル2世がバズって、チャンネル登録者数が本当に100名ぐらい増えて、あの細々とやっているけど、みんなが優しく見守ってくれてて嬉しいっていう感じですね。そう、5月、あ、7月じゃなかったっけ、あれって。ロアさん、私はジュジュのライブに行って泣きました。誕生日おめでとうって言われた。めっちゃ羨ましい。いいな、わあ、いいな、誕生日おめでとうって言われたよ、私も。やべえ、怒り真嗣みたいになっちゃった。誕生日おめでとうって言われたい。最近、私のハマりなんですよ。あの、怒り真嗣っていうか、あの、乙骨ユータなんですけど、あの、サイレント乙骨ユータをやるのが好きなんですよ。サイレントユータ、サイレント乙骨。ってしゃごめんな、悪口になるから、ごめん、本当にやめとこう、身内だけにしとこう、ごめんな、ちょっと今、誕生日を祝われたすぎて、ちょっとあの、乙骨さんが出てきちゃったんですけど、シーサーさん、サポーターという人は多いけど、ボランティアという人は少ない。ボランティア、名言だね。あ、ボラン、名言かな。サポーターっていうと、なんかちょっと私はあんまり好きじゃないかも、言い方が。みんな本当に、あの、私のことを心で支えてくれている方々だから、本当にボランティアって、こんな風に私やりたい放題やってるのに、この、それを許してくれたりとか、褒めてくれたりとか、この称賛してくれたりとかさ、頑張って応援してくれたりとかって、本当にありがたい、嬉しいですね。だからボランティアです、みんな。君たちはボランティアだぜ、ベイベーなんですけど、源さん、今年の思い出、初コロナになった。みんな初コロナだってな。サバゲー始めたのと、ゴールデンウィークにがっつり沖縄旅行行ったぐらいだ。そうだね、ゴールデンウィークね、めっちゃ来てくれてたよね。で、カーボーイさん、バルーンちゃんにメッセージってのものすごい古いじゃない、多分僕の世代でもない気がする。バルーンちゃんにメッセージってものすごい古いじゃない。バルーンちゃんって何？わからんかった。あ、ボランティアかな。わかんない。
わかんないわかんないわかんない、ごめんごめんね、カウボーイさんの私読み解きが下手すぎて分かってないのごめんね。沖縄さん、ゲスト出演の他に2023年嬉しかったこと、琉球アイドルのマイチュー、マイチューの最後のライブに行けたこと、ゴロニアスの、アミトチャ、アススケンニーと再会できたこと、カーナの番組を今日も聞けていること。うわいいやつだなマジで、いいやつだぜ沖縄アイスキさん、いいやつだぜ。ちなみに私と同い年、よろしくなんですけど、そう、あの源さんその通りです、心のボランティアですね、本当に皆様ありがとうございますって感じなんですけれども、そうだね、今年はあのバレンタインのチョコ失敗したりとかしたら、来年は絶対ボランティアって言っちゃった、バレンタインのチョコは失敗しないように頑張りたいと思います。一昨年とかはですね、バレンタインのチョコみんなに配るようでバーって作って、なんか小座とかで配ってた、あの那覇でも、あ、浦添でも、あ、浦添だ、宜野湾でも配ったな、なんかあの私の手作りのチョコが食いたかったらラジオ局に来い、配るみたいな感じでやってたんですけど、まあ今年とか来年もね、なんか気が向いたらやろうかなみたいな感じですけど、まあやってもいいですけどねみたいな、まあまあ気が向いたらですね。カウボーイさん、今年の思い出自慢が一つある、ラジオ沖縄での、はなんて、の花天国のリスナークイズ対決で10人勝ち抜きした、まだ僕だ、すげえ、クイズ対決、これはラジオのクイズとかってことですか、ラジオの、対することに関するあの知識的なあのクイズ的なことなのかな、めっちゃ最強じゃないですか、私クイズとか苦手だからすごいな。シーサーさん、2022年からラジオ番組きっかけで、推し活を始めた、2023年から琉球アイドルを見るようになった、歌唱力の高さと表現力の高さに驚き、今も配信で見ているさ、わあいいですね、みんなが推し活を始めている、私も遠藤正明の推し活をしている、毎月ファンクラブでお金をかけている、毎月ファンクラブでお金を払っている、それをこれお金で遠藤さんがお金をあれしてご飯食べてるのかって思ったらもう想像するだけで嬉しいという推し活、みんな推し活しよう。沖縄さん、カーナと FM ギノワンの住所不特定無職と同い年おい、いや気まずいですね、これは触れないでおきましょう。そんなこんなですけれども、何か言おうとしたんだ、そう、あの来年なんですけれども、ちょっとあの舞台が決まりましたよってお話もしたくって、ね、この劇団オゼって皆さん分かりますか、劇団オゼですね、多大なる方々なんですけれどもね、あのFM って言っちゃった、下にコードが落ちたから、その直しながら喋ってるから意味わかんなくなっちゃったんだけど、来年の5月11日から18日で、劇団オゼの、企画公演18個目ってことかなの、9人のっていう舞台に出させてもらうことになりました。まだねちょっと脚本とかは決まってなくて、ただ9名の、脚本家の方々が、まあ、何名欲しいって感じで言って役者をこう募って、で募るっていうか、まあ、何人か欲しいってなって、でくじ引きでこのランダムでこうなんかこう当たった人がその人の脚本に出ることになるみたいな感じ の劇団大勢さんの方でこの生配信みたいな YouTube の方の、ね、ライブで生配信やってたんですけど、あんな感じで決まりまして、もしあれ気になったら方はですね、よかったら動画の方見てください。なんだけど、それで今回ですね、あのヒープーさんの脚本に出ることに決まりました。それで、まあ、5月にまた本番って予定なんですけれども、まあ、それ以外にもね、なんか仲良しメンバーでまた7月8月ぐらいにまた舞台やりたいねみたいな話とか出たりとか、あとはまだ情報解禁されてないんですけれどもね、まあ、近々ちょっとポロッと東京の方にちょっと行かないといけない用事があったりとか、まあ私がディズニーに行ったりとかの、まあ、来年は本当にいろんな情報が盛りだくさんかなって感じですね。今年の最後ら辺はもうね、イベントの司会とかもねさせていただいたりとかして、本当にメディア復帰ちょっと後半の方できてきたかなっていう感じなので、また来年もまた頑張っていろいろ楽しみながらね、いろんなものを視野広めていこうかなと思ってますので、応援よろしくお願いいたします。武蔵さんお帰り、カーナ年末ジャンボ買った、販売は明日までみたい、明日とか言うと気持ち悪くなるんですけど、年末ジャンボは買ってません、そして買う予定はないですね、基本的に宝くじは、だから混んでたのか、なるほどな、めっちゃ長蛇の列ができたわけ宝くじのところで、はやー、あー沖縄さん応援してるぜ、ありがとう。武蔵さん、9人の脚本が放送作家のキャンさんみたいですね、そう、キャンさんもいるよって話ね、キャンさんとかもう含めてのやつですね、私が出演するのはヒープーさんの、作品になります、なのでよかったですね、また全然まだ決まってないんで、内容というか
どんな感じの舞台かとかどんな感じの作品かみたいなのも決まってないので、またねこのだん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 近づいてきて、まあ、4月3月4月ぐらいにあれなのかな、公開されるのかな、なんですけれども、またよかったらよろしくお願いしますって感じですね。お願いします、お願いします、さささささって感じです。でそろそろあれですね、あれなのでいらっしゃい TMR さん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませなんですけれども、あの瞬間的にですね CM を流さないといけなくてですね、はい CM を流したいと思います。ごめんなさいね、来た早々にごめんなさいね。はい CM 行きたいと思います。オタク話に花咲かせたいそこのあなた、アニバコって名前もオタク女子たちと趣味の話で盛り上がれるアニソーバーがヤフソ通りにありますよ。月曜日から木曜日は20時から26時まで、金曜日と土曜日は21時から27時まで、日曜日は定休日。さあ気になったそこのあなた、アニバコにレッツラゴー。グリーンカレーとかガパオライスとかタイ料理食べたいな。今タイ料理と言いました？タイ料理ベンジャロンでは無農薬野菜やハーブ、米油など食材にこだわったタイ料理をタイ出身のベテランシェフが現地の味でお届けします。ギノワンタイ料理で検索。さあみんな揃って楽しく元気にごまをすりましょう。時間は綿抜きが2社、スポンサーの2社に媚び寄る時間帯でございます。収録放送ゆえに、時間配分が意味が分からなくなってあのギリギリになってるんですけれども、なのでちょっとだけ手短にすいません、失礼いたします。アニソンバーアニバコなんですけれども、まあ、変わらず、31日まで、はい、まあ、年越し営業ですね、変わらずちょっと営業いたします。基本的に日曜日だから多分2時までだと思うんですけれども、26時までの営業になるかと思います。なので皆様よかったらですね、なんか、寂しい、年越しが寂しいとか、みんなでワイワイ年越ししたいって方はですね、よかったら、浦添にあります、浦添ヤフソにありますアニソンバーの方でアニバコでよかったら一緒に年越ししませんか。私は友達と年越しパーティーがあるからいないよいないんですけどね、はい。っていうのと、あと年始ですね、年始の方は、まあ、1、2、3、1日2日3日はですね、女の子はいなく、うちのオーナーですね、うちのオーナーの比嘉さん、比嘉孝之という男ですね、ワンオペデーということで、普通にバー営業になります。なので料金が少し違うかな、少し安いのかなって感じなんですけど、まだちょっとあの不透明なのでちょっと あまり言わないようにしておきますね。なんですけれども、あとで4日木曜日から通常営業が開催するというか再開するという感じになっております。そして、タイ料理ベンチャロの方ですけれども、こちらも31日も営業いたします。ただランチのみの営業になりますね。で1日2日3日あで1日だ1日はやる。で、2日が確か火曜日なんだっじゃないかな。なんか、で、火曜日が毎週ね、毎週火曜日がベンジャロンのお休みなので、はい。なので、まあ、2日はお休みで3日そのままやって、で、まあ、当たり前の4日みたいな感じで進んでいくかと思います。もしね、あの、宜野湾の方でですね、なんかご飯食べたいな、ランチしたいなとか、あれしたいなみたいな方がいたらですね、タイ料理ベンジャロン、宜野湾、タイ料理の方で検索していただいて、ベンジャロンの方に電話していただいて、確認していただくって感じになると思います。よろしくお願いします。そこの辺に、その辺の方に、私が出勤してるのか、していないのかは、ちょっとまだ神のみぞ知るということで、よろしくお願いします。よかったらね、よろしくお願いしますって感じなんですけれども、さあそんな感じでちょっとね時間があんまりなくてですね、あとね、あでもあとね、あと4分ぐらいはまだあるんですけれども、ごますりがこれ以上出てこないですよね。はい、ね、美味しいよねベンチャロ。どうしたやめだ、これ以上やめだ、墓穴を掘るからやめまーす。さあまあね、あれです、はい、収録放送なのでちょっとお時間の方はお伝えしないでおきます。さあ残すことあと、まあ、3分半ぐらいですかね、なんですけれども、さあ皆さん本当に今年は大変お世話になりました。ガトリングラジオが今年の2月からスタートしたような気がします。あんまり覚えてないんですよね、いつからやってるのかは全然覚えてないんですよ。だから何も覚えてないんですけど、嘘違うな、2年目ぐらいじゃない、あ違う
アニバコの、アニバコのスポンサーが今年の2月からなんだ。あ、ちょ、もう違うじゃん。もっとラジオやっとるやないか、嘘つき。もっとやってます。多分2年目ぐらいになるの。全然覚えてない。え、誰？誰か覚えてる？私がいつからラジオ始めたか覚えてる？もう毎年やってる気がする、本当に。何？いつの間にか知らない間にさ、1年経ってるみたいな、2年経ってるみたいな感じになってるんですけど、意外と長いことガトリングラジオやってるんだなと思って。で、その間皆さん本当にね、お付き合いいただいたりとかね、新しくリスナーになってくださったりとかね、はい。もしよかったらですね、私の今後の活動が気になる方、そこのあなたはですね、よかったら、Twitter X ですね、の方で、ひらがなで、わたぬきかなと検索して、フォローをよろしくお願いします。フォローミーフォローミーよろしくお願いします。ツイッターのね、あのフォロワーさんをなるべく多くしたいというか、私の活動をちゃんと見てほしいというか、寂しがり屋だからさ、あの評価がないと悲しくなっちゃうんですよね。なのでよかったらよろしくお願いします。はい、そんな感じで今年は本当にお世話になりましたって感じなんですけれども、どうですか来年の目標みたいな。まあ、どにもかぐにもダイエットかなって感じですね。今年の後半でめちゃくちゃ太ったので、なぜか知ってますか？私、酒に狂ってしまったんですよね。お酒飲むの好きすぎて。お酒飲むの好きすぎて。はい。お酒飲んで、ご飯食べて、つまみ飲んで、つまみは飲めない。食べて、太ったんですよ。だから、そこは気をつけないといけないなと思いまして、来年の管理としましてはですね、来年味噌汁になります。30歳になりますので、まあ、そこはね、体調管理を気をつけていったりとか、日頃の筋トレだったり、ウォーキングなどをして、体の健康をいたわっていこうかなと思いますので、はい。皆様ね、あの、私が怠けないように見張っといてください。よろしくお願いします。はい。あ、TM アラさんも同じく酒にやられたのか。うわーうわー、これマリオやないか。ガトラジ、毎年周年祭して特番組も、もう全然覚えてないの。いつから始まったのか全然覚えてないの。もうちゃんとさ、メモっとけよって話なんだけど、本当に覚えてないんだよね、私も。マジで何にも覚えてないの。みんなが何とかしてボランティアでしょ。怖い人じゃん、私。やばいやつやん、本当に。いや、もう本当にご協力いただければと思います。お願いします。本当にすいません。私がちゃんとしてないばかりに、私が何も覚えていないばかりに、みんながいろいろアシストしてくれるというね、優しいですね。そんなこんなで、あ、ゲンさん、そうだね、去年のアニバコね、年越しみんなでしたもんね。さあ、残すことあと1分ほどでございます。沖縄って三が日でも営業する店多いよ。確かに多いかもしれないですね。C さんさん、ガトリングラジオ今年の11月あたりから、コザのアジラジから見るようになったのかもしれない。あ、なるほどね。 C さんさんもそんな感じで見てくださったんですね。ありがとうございます。さあ、残すこと30秒ほどでございます。はい、というわけで来年も皆様よろしくお願いいたします。今年は本当にお世話になりました。皆様良いお年をお過ごしください。この番組はアニソンバーアニバコタイ料理ベンジャロンの提供でお送りいたしました。皆さん、もう今のうちにとかハッピーハッピーハッピーニューイヤーハッピーハッピー、あ、なんて、もう一回、は、待って、時間的にまだ微妙あるんだよな。あと10秒ぐらいあるから、ハッピーニューイヤー、来年もよろしくお願いします。皆様、良いお年を。